何、柱動くなよ。柱なら柱らしくそこに立ってなさいよ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、まぁ、ちょっと別の大陸に進んでいく前に、なんかあの、なんやっけ、超ダッシュやっけ、超マッハか、超マッハがあのセンタービルで何か話があるらしいから、先に進んでもいいし話を聞きに来てもいいみたいな感じやったけん、とりあえず戻って話を。なんだ、なんかちょっと動いただけで、さてどうしたものか、何がだ。あ、やっぱいいわこののんきな音楽。おう、あゆだよ、良いところに来てくれた。実は世には一つ趣味があってな、ソチにその手伝いを頼みたいのである。何それ、なんかサブクエストが。実はな、世界中に散らばる小さなメダルを世は集めておる。ささやかな趣味だが、世はこの体格ゆえに自分で見つけに行くことはできなくてな。そこで世界を旅するソチに頼みたい。どっかでメダルを見つけたら世にくれまいか。お、メダルキングの代わりだね。たらとは言わぬ、集めたメダルの数に応じて褒美を受け続けるのでな、よろしく頼む。なるほど、ということらしい。じゃあ今持ってるやつ預けよっか。あゆねよ、小さなメダルは持ってまいったか。ぬ、メダルを手に入れてくれたのであるな、ありがたい。ではヨが預かっておこう。そっちから預かってる小さなメダルはこれで1枚になったのである。1枚しか持ってないんか。メダルが5枚になった時、褒美として幸運のリングを授けよう。ソチが新たなメダルを持ってくるのを楽しみにしておるぞ。お、メダル主任。小さなメダルを渡した方が1枚以上となったものに贈られる称号。1枚渡しただけで主任になれるのか。ほんで、超マッハは一体どこにいらっしゃるの？超マッハやったっけ名前。これ？違うな。リアクターつけとったよね。どこよ。配合装置をオイラもいじりたいのに、エースのケチンボが許してくれないっちょ。まだ言ってるのか。ちょっと乗ってこ。あの、超マッハがいらっしゃらないんだけど。これはアイラ殿、いいタイミングに来てくれましたな。実は我が輩、もともとは魔物の研究をやっておったのです。ようやく落ち着いたので、研究を再開して、今は魔物の情報を集めておるのです。アイラ殿ならば、スカウトにより、魔物の情報も集まりやすいはず。どうか我が輩のために魔物をスカウトしてその情報を教えてくださいませんかな。はい、まあいいけど。なんとありがたい、さすがはアイナ殿。それではアイナ殿は今まで通りに魔物をスカウトしてくだされ、情報は自動でリアクターに保存されます。その情報を我が輩はいただきますぞ。ある程度情報が集まったらライブラリとしてまとめますゆえ、一つのランクの魔物を10体以上スカウトしたら話しかけてくだされ。ライブラリは冒険の役にも立つはず。情報収集よろしくお願いしますと。あ、これもサブクエストとかいうわけじゃなくて定期的にってことね。アイアンドン、どれどれ、ちょっとリアクターを拝見。なんと、仲間にしたことのある F ランクの魔物の種類が10体を超えましたな。では我が輩の持つデータとまとめて F ランクのライブラリ情報を作りましょうぞ。ジャックから F ランクモンスターのライブラリ情報を受け取った。魔物の情報を見るときはメニュー画面にあるライブラリを開いて確認してくだされ。なるほど。こっちは？こっちもなんかあるかな？収集癖。超噛みつこうとしてる。いらっしゃいまし、あなた様。超大事なお話をしてもよろしくて？ほいほい。実はお世話になったあなた様のため、何かできないか超考えておりましたの。喋り方チャラいよね、クイーン。それで、アクセサリーの元になる超レアな素材をお分けしようかと。ただ、アクセサリーを作るためには、手元のもの以外にも素材が必要ですの。そこであなた様には、その通りの素材を集めていただこうかと思いますの。それならば、レアの素材もお分けしてすぐに役立つというものですわ。さあ、あなた様、その気になったら私に話しかけてくださいな。あなた様。あなた様、今回探していただく素材についてお教えしますわね。今回は魔力の土を4個手に入れてくださいな。魔力の土は崩落都市で取れるはずですので、冒険途中で手に入れたら私に見せてくださる？お約束した通り、私の持つ超レアの素材をお分けしますわ。持ってなかったっけ、私。あらあら、あなた様、魔力の土を集めてきたんですの？ちゃんと超必要な数を集めてくださったようですわね。お、足りとった。それではまず、ご褒美を差し上げますわ。受け取ってくださいまし。あゆなはクイーンから鉄くずを4個と、鉄くずかよ。鉱石の力を4個もらった。早速アクセサリー工房に行ってアクセサリーを作られてはいかがかしら。きっと超役に立つアクセサリーが完成するはずですわ。アクセサリー工房とはどこか。
あ、あっちか。アクセサリー工房。なんかこの辺に。これか。うちは素材からアクセサリーが作れるアクセサリー工房だっちょ。女の子かな。アクセサリー魔物装備できるから冒険でもきっと役に立つっちょ。何にせよ、まずアクセサリーを作ってみろっちょ。アクセサリーを作成する。分解もできるんや。なんかいろいろと、いろいろと作れるよ。素朴な腕輪。あ、これさっきのやつで作れるの。なるほど。まあ、またそのうち作ろうか。今ちょっとよくわからないから。またアクセサリーとかを作りたくなったらうちの店に来るといいっちょ。ここは銀行かな？ G って書いてる。いや、ほんでさ、ほんで超マッハは一体どこに？あ、宝箱。イエーイ。よいしょ。魔法の聖水を手に入れた。超マッハさんは一体どこにいらっしゃいます？なんかその辺に、いないのかい？誰これ？西にある移動装置からは、陥落の霊道って場所に行けるっちょ。新たな土地に行く前は注意するっちょ。敵が強くなっていることが多いっちょ。めっちゃ強かったよ。やばかったよ、あれ。死ぬかと思った、ほんまに。いや、シューマッハいないんだけど。シューマッハ？あ、シューマッハじゃないわ。超マッハ。全然違う。実在する人物の名前になりよった。え、いらっしゃらないですけど。超マッハー。この辺にもしかして。おらんな。道具屋と肉屋と。これは、宿屋。これは、セーブかな？わからん。いやー、いないっすけど。超マッハー。なんかこの辺に、いや、おらんし。超マッハ。いや、おらんよね。リアクターつけてるやつ全然おらんもん。なんだろうな。もしかして外におるとかかな。外、外。どう？誰かおる？いや、全くおりそうにないですけど。センタービルに来たら話をしてやるって言わんかった？超マッハ。全然おらん。こっち側は何もない？お、降りた。別に特に何かがあるわけではない。別に特に誰もいない。エースがどうたらこうたらって言った時にこっちに話しかけてみる？よく来たな、アユナ。配合やりに来たのかだぜ。いいえ。そうか、また来るんだぜ。終わりましたけど。会話終了ですけど。じゃあとりあえず、超マッハとやらはいないので、先に進もうか。適当。だっていないんだもん。超マッハさんどこにもいないんだもん。まあ、ということで進みます。じゃあ、ルーラ。ルーラで、アンデッドガーデン地下。向かおう。シュンと。なんかおるんやけど。ここにおるやん。何事？すぐに崩落都市へ行こうと思ったけど、もう少しここを調べることにしたっしゅ。あんたは頭骨の表現に行くんだっしゅ？ならガーデンの外に出て裏に回れっしゅ。確かそこに頭骨の表現行ける移動装置への扉があったはずだっしゅ。なんてこと。ここにおったんかい。じゃあ外に出るんか。外に出て、回れ右。もう普通に行った方が早いんかな。こっちか。こっちじゃねえわ、こっちか。こっちまっすぐ行って出て、で、上がってもまたまっすぐやろ。んで、ここも、あ、なんかこの辺に骨が、なかった。いや、びっくりした。ちょっとやめて。何？柱動くなよ。柱なら柱らしくそこに立ってなさいよ。よし、帰ってきた。あ、ここにルーラーで来ればよかったね。ネクスト。ネクストはここの裏。どうやって行くんだ？あ、外から回れる？ちょっと君邪魔だよ。ぐるーっと回って、裏に、ウィー、なんかいっぱいおるー。燻製肉を手に入れた。どこ？どこ？なんか。宝箱。宝箱。
全然敵に捕まった。ちょっと逃げるよ。アイナたちは逃げ出した。あ、そうだ。回復してくればよかったな。288ゴールを手に入れた。じゃあ、とりあえずちょっと満タンにしとこう。ちょっと待って。これ、ちょっと入れ替えとこうね。入れ替えて。あれ?なんかモンスターがいろいろと、あ、合っとるか。これで。んで、満タンに一旦しておいて、よいしょ。メンバーの HP が満タン。で、どこって?あ、それ?なんか光寄るね。これかな?壁に見せかけた隠しドアだ。パスワードを入力してください。びっくりした。手打ちかと思ったよ、今。アユナはパスワードを入力した。パスワードを確認しました。ロックを解除します。お。いけた。あ、そこになんかおるよ。ドアロックが開いたようだ。そこにもなんか幽霊が。ん?気のせいかな?おらん?あ、おるよね。ブンドルドをやっつけたんだね。やったじゃないか。おかげで今日から安眠できるよ。懐かしな我が家だ。ありがとう。何かお礼をしないと。そうだ。この石をもらってくれる?ルキアからもらったものだけど、君が持ってる方がきっといい。アイナは崩落の天道石をもらった。何それ、かっこいい名前。君はルキアを迫ってきた、ん?迫ってきたじゃない。追ってきたんだろ?だったらこの移動装置を使いなよ。お、これで、新たな場所に、頭骨の表現やっけ。移動装置の先にあるのは頭骨の表現だ。着いたらまずはポーラパークへ寄るといい。ポーラパークは大きな町だからね。ルキアを探すにはおあつらえ向きさ。大きな町、やった。それじゃあ行ってらっしゃい。元気でね、アイナ。この世界には人間はおらんのかな。次も、びっくりした、普通におった。薬草を手に入れた。この辺は、ルーラポイントはないわけね。はい、じゃあ、飛んでいきます。その大きな町におるのもモンスターなんかな?それともまたノチョーラ族みたいな感じで、魔物じゃないけど、なんかそういう種族がおるんかな?かっちょいい。シュンって。お、到着。霊道の管理者。陥落の霊道を旅した者に贈られる称号。向こうへ向かう。どこだ?こっちか。この辺、ルーラポイントはないのかい?ないな。とりあえず、この、この中?中を通っていけばいいんかな?よし。あ、普通に、通り抜けるだけって感じ?お。ヘルコンドルが飛び寄る。ヘルコンドじゃなかった、全然。なんか、のんきな音楽流れ出したけど、何?これ村?村なの?こいつらが住んどるってことかな?建物あるね。なんかめっちゃ錆びとるけど。あの子たちは敵ではないってことかな?話せる?頭骨の表現。ん?あれルーラポイント?あ、全然違う。魔導の力。あ、この辺のは全然普通に敵。ちょっと待ってね。ネクスト、ネクスト。あれか、ネクスト。大地の力を手に入れた。これなんか看板。この先西へ進むとモノリス。南へ進むと東西連絡用水中トンネル。モノリスってあれ?なんか闘技場みたいなやつ。違う?あれなんかびっくりマークあっちにあるけど、ネクストこっちなんだけど。なんだろう。ネクスト。ネクスト?これ、来た場所じゃない?違う?違うとこか。のんきな音楽になった。ここが、ポーラパーク?全然大きな街じゃないね。違うか。どけどけどけー!邪魔だ邪魔だ邪魔だー!お、なに?モモンジャ?かわいい。うわ、いてー!ちっきしょう、気をつけろ。柄悪いな。おう、でか。くそ、逃がしちまった。しょうがない。東道親分に報告するべ。やっぱりこの世界にはモンスターしかいないみたいだね。動ける?まだ動けないのか。なんかゆっくり近づいてくるんだけど。
あんた大丈夫だったか？災難だったな、あんなのとぶつかって。今この西、ポーラパークは構想中ですよ。構想中ですよじゃない。構想中でよ。東ポーラパークとピリピリ睨み合っとる。詳しい話が聞きたかったら、東堂親分のところに行くがええ。ほれ、親分の屋敷はあそこじゃ。どれ？あ、ん？それ？なるほど、ここがポーラパークらしい。ってことで、じゃあ今回はこの辺で一旦終わりにしとこっかな。一旦終わりにして、まあ次回からちょっと街中探索して東堂親分とやらのところに行こう。はい、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。超マッハを探すのにちょっと手間取ってしまった。普通にその場におるとかないやろう。